大島に到着。今日は一人じゃない、もう一人います。これから続々と何人か来るでしょう。皆さんと一緒に大島どれだけ綺麗か見ることができます。関係者によりますと、大島の周囲およそ3キロの海岸は一様に漂着ゴミで埋め尽くされていて、聞こえるかな？周りの音気になると思うんだけど、伝えたいことは試合のようなことです。その試合は自然と私たちです。9月22日に青森の166人と一緒に大島の約4分の1、本当は4分の1以下のゴミを集めることができました。それはなんと17トンでした。そこまで行くのは大変だったんです。最初は友達一人に伝えました。この間大島で一周したらゴミいっぱいあったということを伝えたら、なるほど、何とかしたいという気持ちになって、そしてもう一人に教えたら同じ気持ちでした。そこからどんどん雪の玉のようにどんどん動きが大きくなりました。そして平内の漁協、それから役場に伝えに行って、こういうことをしたいんですが大丈夫ですかっていう動きをした後に、漁協さん、それから役場もぜひ私たちも協力したいと思っていますと言った後に、みんなさんお喜びが顔に出てました。そして22日に最初は60人ぐらい来るんじゃないかなと思って行ったら、どん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 方々が来て、そして受付で熱を測って、それから手袋、デリキ、そして飲み物をあげた後に、皆さんと一緒に大島の方に入って、9時半から12時まで一生懸命そこにあったゴミを集めることができました。皆さんはびっくりするぐらいにゴミがあって、けど私たち166人力を合わせて島が本当にきれいになりました。166人も来てますよっていう案内を小田切さんから聞いた時はびっくりしました。子供入って、大人も子供も入って、最初40人か50人くらいでやろうと思ったら3倍集まってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。朝から小田切さんはみんなに案内してあげて、そして今まで彼が8年ぐらい集めた経験をみんなに伝えて、そこのゴミを集めることができました。大事なこと言いますので皆さんしっかり聞いてください。今日皆さんやることはただ一つです。その大島をきれいにすることです。楽しんでやりたいと思います。一番大事なことは、真面目にやらないことです。楽しんでやってください。小田切さんは青森市、毎週月曜日朝5時45分ぐらいゴミを集めに行きます。その時はいろんな方たちが朝集まって、知ってる方、知らない方も一緒にそのゴミを青森市のいろんな場所を集めに行きます。さすが、やっぱり小田切さん、片岡さん、そして166人みたいな方たちがいて、そして彼らの熱い気持ちがあって、そのゴミを違う場所に移動できました。実際そのゴミは11月頃に漁協さんに八戸の会社がピックアップして、八戸に持ってて処分することになりました。今回は0回だったんですが、同じ気持ちで次も行きたいと思います。なぜか残りの島の周りにゴミがまだいっぱいあります。集めるだけじゃなくて、これからどうする、これからどういう活動、これからどういう対策をすればいいか、皆さんと一緒に考えたいと思います。素敵な島になって、ぜひ皆さんに来てほしいです。本当に綺麗です。休憩に入ったんですが、僕はまだ休憩に入らないです。お島のやることいっぱいあります。一緒にこれからも頑張りましょう。よろしくお願いします。作ります。
ブルーシップ誰このまま飛びますのゴミを拾う団体があるんですよ。すごいレイド、はい、お願いします。おお、すごい、来た、イエーイ、いいねこれ、おお、いいね、実際この玉がどうやっていくか、すごい似てる、めんこい、おお、おお、投げる、おお、おお、あざー、この球がどうやっていくのか、おー、前田さんが、できた、みんなで大島のお掃除できた、まだあるけど、けどできた、イエーイ、イエーイ、あ、やっぱり来るんだ、うん、風が、風って海がこうちょっと荒れればすぐこう寄ってくる、あ、ゴミと一緒なるほど、どんどん来ますねどんどん来るよ、今はそんなでもないけど台風なんてこう来たりしたらもう思いっきりだよ、思いっきり、あ、ってことは来週、来週台風来るから、今週あれ